この時間はクロアチア対カメルーン、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはスタッド・ド・サジテールで行われます。クロアチア国歌お聴きいただきます。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけないので、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、ええ、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここが機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう。クロアチア対カメルーン、まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね、自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。もう一度シュート、キーパー、いやーファインセーブです。いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはちょっと小さい、どうだ、クロス来たか、シュート、止めた。シュポモティング、エカンビ、ここでファールがありました。早くもカードをもらってしまいます。ニョム、うまいですね。シュポモティング、仕掛けるか、ブラシッチ、パシャリッチ、チャンス、これクラマリッチ防ぐ、リューズボールになる、残せるか、危ない、これは相手選手にリフレクション、コーナーになります。カメルーン、さあどこに出してくる、一旦前を取る、カメルーンが最終ラインまでボールを下げる。ニョム、エンクル、ニョム、エンクルから前線にボールを送ります。コバチッチ、このパスを防ぎます。
ボールを下げてリズムを作るか。ここ来ましたよ。左上がっていきます。カメルーン、ここでファールをもらいます。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。イエローカードです。クロアチア、今のでイエローカード2枚目となりました。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。このクリアボール、次へつなげたい。このパスを受けて、パシャリッチ、長いボール縦へ、丁寧に足元を使う。クロアチアが立ち上がりから積極的にボールを奪いに行くシーンが目立っています。このあたりどうご覧になりますか。いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと。シュート数もね、多分打ってると思うんですよね。コバチッチ、ブラシッチ、激しいボールの奪い合いです。スペースを狙ったカメルーン、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。チャンスを演出できるか。エカンビ、さあここでカウンター、マティップ。前半16分です。ここまでは両チームとも0対0。時間は前半中盤に差し掛かっています。ビダ、カメルーンは先ほどからサイドバックが中に動いているように見えるんですが、普通は外から追い越す動きが多いんですよね。そうなんですよね。しかしそれだと奪われた時に後ろがガラ空きになってしまいますからね、はい、なるほど。この動きですとすぐ後ろでフォローができるので、はい、守備では強い形ですよね。マークする選手も絞りづらくなりますからね。なるほど。攻撃面ではどうなんでしょうか。サイドの攻撃の厚みはなくなってしまいますからね。組織的に攻めづらくなるので、前線の選手の力量が求められますよね。パシャリッチ、さあどうする。ロングフィードで狙う。いい展開ですね。ここで丁寧にコントロール、クロスを選択。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ミア上がっていく、エカンビ、カウンターを仕掛けます。パシャリッチ、右サイドへ振って、ブルサリコ、お、いい形ですよ。クロスを上げる、ボールはクリア。ここで丁寧にボールを扱う。もう一度中、カメルーン、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。パシャリッチ、ブラシッチ、サイドへ、ブルサリコ、おっとこぼれてる。中人数揃っている。エカンビ、さあカウンターを仕掛けます。カメルーンが最終ラインまでボールを下げる。長いボールを送ります。コバチッチからペリシッチ、コバチッチ、さあボールはペリシッチへ。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ファール、カードをもらうかもしれません。
今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。うわー、マダル、これを拾いたいカメルーン。ブルサリコ、スルーパス、いいボール入りますよ。マティップ、シュポモティング、一人で行く、ブラシッチ、ブルサリコ、コバチッチ、ブラシッチ、コバチッチ、ペリシッチ、華麗なボールコントロール、シュート、ザンボアンギサ。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。チェックを受けながらのドリブル、チャレンジはしません。後ろに流す、縦へ送る、撫でるようなボールタッチ、ザンボアンギサ。サイドを使います、パシャリッチから大きく縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ、ペリシッチ、裏のスペースを狙う、ふわっとしたボール、これはつながりませんでした。エンクル、シュポモティング、ロングフィードで狙う、ブルサリコ。41分が経過、前半です。パシャリッチ、サイドへ、ここで前を向けるか、ブラシッチ、細かいパス回し、さあどうする、このクリアボール拾いたい、うわまだいっか、ブルサリコ、ビダ、チャレタツァル、ふわっと裏を狙う、マティップ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。クロアチアとしては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。クロアチア対カメルーン、両チームスコアレスで折り返します。後半です。クロアチアとしてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、エンクル、ペリシッチ、パシャリッチ、
まいですね。シュポモティング素早いパスで攻め上がっていきます。シュポモティングから緩いフィードボール、ちょっと伸びてしまいました。スルーパスを出す、ブルサリコ裏を狙う、ブルサリコからブラシッチ、足元大事に行きます。ブラシッチからの折り返し、エカンビ、オヨンゴ、組み立てながら攻め上がっていく、ボールを下げてリズムを作るか、ブラシッチ、チャレタツァル、ペリシッチ、マティッチ、オヨンゴ、縦へのボール、もう一つ前に行きたい、ザンボアンギサ、上がっていく左サイド、中は枚数います。さあどこに出してくる、シュート、わずかに右へそれました。ブラシッチ、カメルーンとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られたと、シュート、来た、先制、ようやく均衡を破りますクロアチア。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。さあクロアチア1対0先制しています。まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、オヨンゴ裏へのスルーパス、上げる、キーパー触る、さあ右へ預けて、さあカウンターのチャンスになります。大きく縦へ、ふわっと裏を狙う、つながります。ブラシッチ、後半に入りそろそろ15分というところ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。クロアチアとしてはもう1点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどもね。さあ1人で持っていく、チャレタツァル、ペリシッチ、裏を狙っていきます。パシャリッチからのスルーパスをカットしました。ザンボアンギサ、オヨンゴ、エンクルからターテのボール、
カメルーンボールです。カメルーンが最終ラインまでボールを下げる。ニョム、いけるか、来た、チャンスを演出できるか。これはわずかに右でした。グルサリコ、右サイド上がっていく。ブラシッチ、コバチッチ、パシャリッチ、どうする、ここ来ましたよ。これ仕掛けるか、さあどうだ、さあどこに出してくる。コバチッチからペリシッチ、ここは間合いを取る。さあ上がる、シュート、ちょっとミートが足りないというシュートでした。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったですよね。ニョム、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。エカンビ、これはなかなかこじ開けられない。抜けてくる、サイドのスペースを使います。どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。ファーサイド、クリアです。こぼれてる、さあ中央へ、そのままキーパーが抑えました。クロアチアとしてはこれだけ奪えてるっていうことは、ミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。リダから大きく縦、シュポモティング、ブラシッチ、ブルサリコ、コバチッチ、さあ残り15分、このパス回し、さあどうする、パシャリッチ、ブルサリコが中央へ折り返す。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。ザンボアンギサ、仕掛けるか、シュポモティングからのパス、ザンボアンギサ、オヨンゴ、この位置でボールを受けます。チャンスを演出できるか、オヨンゴ、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。およそ30メートルというところです。まあ距離はありますけどもね。ここ拾って次につなげたいクロアチア。
中央へ直接行ってしまいました。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。必死のクリアですよね。絶好の位置で受ける、リバコビッチ。同点弾は決まりませんでした。カメルーン、いや今の止めていなかったら追いつかれてるわけですからね。これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。好セーブを見せました。さあ共に選手交代があるようです。短く出す。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。デビッチ、クロアチアもう無理にはいきません。セーフティーになってきましたよね。グルサリコから長いボール縦へ、残り5分を切っています。クロアチアとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。エカンビ、さあつながるか、おっシュート、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。プレッシャー、もったいなかったですね。ほんと最後まで。エカンビ同点、カメルーン、ここで同点、この時間に追いつきました。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあカメルーン、土壇場での同点劇です。いや、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。デビッチ、プレスからボールがこぼれる、裏へ届くか、スルーパスを狙う。さあ一気にカウンター、このボールはつながりません。マティップ、さあ勝負の時間帯ですよ。ジャン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いけるか、どうする、シュート、いやー、トラソー、いやー、これなんというゴールだー。いやー、もう言葉がありません。いやー、なんという、いやー、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。カメルーン逆転、ここで試合終了です。2対1、クロアチア惜しくも勝ち点を取り損ねました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。クロアチアとしてはホーム戦ということでぜひ勝ってサポーターの応援に応えたかったんでしょうけども、その気持ちが空回りした結果となってしまいましたよね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。クロアチアが2対1で試合を落としています。